歴史 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日はですね、コラボ第2弾ということで、今日もスペシャルゲスト城彰二さんと古田プロデューサーにお越しいただいてます。よろしくお願いします。まあでも良かったですね、僕ら第2弾あって。いや、もう、ね、本当にもうね、第1弾ちょっとね、やりすぎましたね。やりすぎて、非常にね、すごい価格を出させちゃったんで、もう出禁になるかなと思ったんだけど、ね、本当そうですよ。いやだけどやっぱりね、さすが電気師さんだよ。そう、やっぱり第2弾いきますということでね、はい、多分ね、お偉いさん帰ったと思います。帰った。それはもっと出切りやすいっていう、逆にね、逆にそうかもしれないね。ちょっと楽しみですね。でも今回ちょっと楽しみにね、またね、第2弾皆さんね、お届けしたいと思いますけども、今回もジョーさんがですね、今年気になる家電を私の方がご紹介していきたいなと思うんですが、どうでしょうか。いや俺ね、やっぱりさ、今年ワールドカップがあるんだよね、カタール大会ね、そうですね、入りますからね、はい、そうなった時に、じゃあ何で見るかって言ったらテレビでしょ。確かに、だからやっぱりテレビはね、俺本当にちょっとね、でっかいなんでね、はい、まあ、でっかいので見たいな、ね、いいやつが見たい。わかりました、大きくても安いテレビもたくさんありますんで、あ、本当、じゃあ今日はテレビを先にちょっとご紹介していきたいな。ちょっとね、もういいね、先ほどお二人が薄いよねっていうふうに言っていただけたかと思うんですけども、当時のテレビはブラウン管なんかもそれこそそうなんですけども、スピーカーがこう、ありましたね、ドンっていう感じで、はい、ついてるものが多くて、で薄くなってしまった分、スピーカーの数だとか質をですね、やっぱりどうしても下げてしまっている形なので、音はかなり当時のものと比べると、差がちょっとあるっていう形になりますね。ということで、実際にこの裏側にですね、体感コーナーを今日ご用意してますので、そう、体感できるの、大丈夫です、こちらに移動していただいて、どうぞじゃあおかけいただいて、じゃあここに座ってね、はい、もう座ってみよう。今回はテレビをご案内するっていう雰囲気で、違います、テレビじゃないんです。何今日用意してます。散々こんなテレビのずっとやってな、何なんだよそれ。ありがとうございます。こちらのですね、何これ、ネックスピーカーっていうものを、はい、ご用意しました。ネックスピーカー、お二人は携帯で音楽とかっていう形で Bluetooth っていう機能があるんですけども、Bluetooth のウェアラブルスピーカーっていう商品なんですが、それをネックなので、このように首にかけて聴いていただくっていう商品になります。これをですね、すいません、私の方で、じゃあジョーさん、実際にちょっとやっていただこうか。はい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 、大丈夫、そのままやってもらった方がいいです。こちらですね、今先ほど設定してあるので、電源を入れていただいて、コネクト、ありがとうございます。おいおい、で今コネクトしましたんで、はい、実際にじゃあよろしいですか。おい、すいません、失礼します。すごい出てくる、すごいですか。すごいよこれ、なんだこれ、すげえぞ。じゃあここ、もしもし、もしもし、はい、どうもどうも、こんにちは、もしもし、お世話になります。これね、全く気になる、全然気にならないね、これ、もうね、うわ、これすげえ、臨場感がすごい半端ないね、これ。あ、ここでまた先ほどの宿敵が登場しました。すごい、これすごいよこれ。ありがとうございます。何これ、これやっぱりね、ここでやっぱ音を感じられるから、こっちの外部の音が全然気にならないね。ありがとうございます。これなんかね、逆にちょっとなんかテンション上がっちゃう。これちょっとフルピやってごらん、これ、このあ、すごい、すごくない？これお祭りその場で見てる感じですよね。ほんと、これやばいよ。すげえ近くで見てる感じ。わ、これ面白い、これ。これすごいですね。いや、音が本当に耳元ですよ。
これカップルなんていいね、こういうふうにしてこうやって横にこうしたらさ、こういうふうにくっついてるんだから。さすがジョーさん、ね、女性の心がそうでしょう。素晴らしいです、うん、いやこれすごいじゃないですか、臨場感が。これでもさ、これ家族でこれ家庭にあったらみんな取り合いになっちゃうよね。ありがとうございます。これはちなみに、はい、今1台繋いでるじゃないですか、はい、これもう1台買うともう1台繋げるんですか。できます、できます。はい、これ嘘だな。できます、できる、できます、いけます。増設は可能です。可能、はい、あ、これが大事なとこだよ。そうですね、家族みんなでね。そう、あで今回ですね、うん、今こちらをお試しいただいたんですけども、うんうんうん、2つ実はご用意してまして、うん、こちらのシャープというメーカー、はい、液晶テレビなんかでそれこそ有名なメーカーになるんですけども、はいはい、シャープのこの2つのモデルがですね、うん、市場でかなり評価が高い商品になりまして、でこちらの先ほど試してもらったタイプは、はい、重さはやはり、うん、こちらは見た目これすごく軽いんですけども、ちょっと少しあるんですけども、ジョーさんお二人ともこれお気づきになったでしょ。これ実はですね、うん、音で振動してたんですね。要は臨場感が出るようにちょっと振動する仕組みになってるんです。だからだ、からだ、余計だ。ちょっとお二人今首周りがちょっと熱くなってたので、なかなかあれだったかもしれないんですけども、そうなんです。でこちらのやっぱスピーカーの部分が非常に大きいので、うん、例えば重低音、ベースの音とか、うん、ピアノの音とか、うん、こう音楽にこだわるお父さん世代とかですね、うん、これだと喧嘩にならず一、うん、人の時間を楽しんだりっていう、はい、ちょっとすごかったですね。これ本当にちょっと衝撃的だったもんね。後半に続く。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。